XR 会議2020会議2020はダイヤモンドスポンサーシンクセンス他スポンサー各社の提供でお送りしていますセッション開始まで今しばらくお待ちください セッションが始まりまりすコメントは配信画面右のコメント欄からお寄せくださいまたスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください 時間となりまましたのでセッションを始めますコメントは配信画面右のコメント欄からお寄せくださいまたスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認くださいそれではどうぞ ご紹介ありがとうございます。グリーブエル・ストディオ・ラボの白井です。モジュアハウスを用いたバーチャルイベントの、w、VR ブ・化、その可能性と実際というタイトルで発表させていただきます。自己紹介、改めましてですけれども、あの、簡単なので、あの、白井博士の未来のゲームデザイン、エンターテイメントシステム科学という本の一番最初の方の漫画をぜひ読んでください。 2018年より、えー、ずっとこの仕事をしております。えー、エンタメ25年ぐらいエンタメ、ライブエンタメを研究しているおじさんです。えっ、ー、と、改めまして、リアリティ株式会社に社名変更いたしました。株式会社ライトフライヤーライブエンターテイメントというお名前でしたが、バーチャルライブ配信アプリリリアリティの開発運営を通じた個人向け事業と、それからリアリティ XR クラウド、 え、自社ャブイチーバのプロデュース、バーチャルライブ、バーチャルイベントを制作する法人向け事業の2つの柱がございます。えー、グリー100%子会社ですね。えー、頑張っております。えー、リアリティ、ぜひね、あの、楽しいライブ配信アプリですので、ぜひ、えー、まだダウンロードしてない、知らないよという人は、今すぐダウンロード開始してください。 あの、非常に大事なことなので、あの、この講演の一番最後でもちゃんとまた聞きますので、今すぐダウンロードしてください。あの、リアリティ自体はこういう感じですね。今年の夏もコロナに負けずに、クラスターさんと連携したりですね、花火大会をやったり、終わらない挑戦を楽しむ会というひたすらバグを取る会などをやりながら、楽しんで、この成長をね守っております。 え、ビジョンとしては、このなりたい自分で生きていくというね、このリアリティ株式会社、すごく僕気に入っているんですけども、このビジョンで生きております。で、え、グリーブやエレタラボとの関係なんですけれども、え、プラットフォーム事業と、それからエクサラエンターテイメント事業の横でですね、え、長期スパンの R&D 自体創出、国内外の連携、新技術の調査、社会実装活動、コンサル、それからボイチェーンサービス、転生雇用占いなどを行っております。 まあ、こういう国際会議とかでですね、あの、踊りまくったり、えー、NTT ドコモさん直感アルゴリズムさんらと一緒にですね、シ、えーグラフアジアでライブをやったり、えー、こういうバーチャルキャストさんと一緒にですね、7154キロ離れたところで、えー、こういう熱狂をですね、共有するような技術を作ったり、えー、なんていうことをいろいろやっておりますけれども、動画がこの j m v r s y t という、えー、ショートカットで飛べますので、 ぜひ、見に来てください。本日のお話についてですね、バーチャルイベントの設計テクニック、配信、音響の改善、アバター、クライアントのカスタマイズ、ハバスクラウド、AWS、子供から国際イベントまでの幅広い活用、VTEC チャレンジを通した先端事例、プロフェッショナル業務での課題、解決方法について共有しますというような概要を書いたんですけれども、あの、興味のある人はですね、結構幅広かったので、えっと、これからですね、ぎゅっと圧縮していきたいと思います。 え、ぎゅっと圧縮するということで、この3つにですね、アセラーを絞って掘り下げていきます。はい。まず、ハブストアという話ですね。この講演聞いてる人は大丈夫だと思いますけど、モデラが開発するソーシャルウェブ VR、ER、です。え、オープンソースです。え、ブラウザーとデバイスサポートして URL だけでユルームを作れて、え、そではまたチャットできます。え、動画再生共有、同期視聴ができます。それから CC0 のモデルを取り込んで再利用できる。YouTubeURL 空間共有できる。え、通商用利用可能。 AWS で独自ドメインが運用できるということになっております。えっと、うちのラボもですね、えー、こういうような環境を作って実験したりもしています。これ、HLS のストリームを、えー、4K 動画を上映みたいな形をね、みんなで見るっていう、えー、そういう実験をしています。えっと、日本語のドキュメントをですね、J.MP, ARBS DOCS JP というところで展開してますので、GitHub に置いてありますので、ぜひ、日本語ドキュメント、えー、読んでみてください。 そして、グリーブやスタジオラボはですね、今年、ハブツかなり使っています。今年に入ってから、えっと、公開しているデモルームアーカイブなどはですね、たくさんあって数え切れないんですが、こちらの URL でアーカイブしてあります。それからですね、オンラインライブイベントが大きく数えて4件、バージョンアップ7、ハブススタディバージョンアップ8、VR オンラインイベント開発、それから国際イベントでバーチャルビングワールドイン、シーグラフ2020、 それから、Vtech チャレンジ2020最終発表会と。それから公開型のワークショップは、ラボのですね、研究成果発表会。それから、キッズワークショップ2020子供向けですね。それから、ブレンダーが学べるハブスで北北ブレンダーワークショップ1、2といった形でやっております。他にはですね、学術貢献と知ってくりましたけれども、まあ、先ほど紹介したハブスの日本語ドキュメント。これは資料化ですけれども、 えっと、日本バーチャルリアリティ学会のオープンバーチャルエキシビジョンのアドバイザーとか、それから、えー、と学術的な論文、それから、えー、と珍しいところではグリー技術書店の虫なども書いております。こちらにですね、ハウスの活用テクニックを A から Z までまとめました。 えー、そんなにたくさんないだろうと思ったんですけど、結構ありまして、えっと、実際全部解説したら時間溢れましたんで、今日は赤いところだけ中心に話しますが、まあ、もし聞きたかったらぜひ質問等でいただければ幸いです。ハブソを使ってライブエンタメいろいろ作ってきたんですけども、この Kids Workshop 森ビルさんとのコラボはですね、結構特徴的な取り組みがありますので、中心に紹介させていただきます。えー、東うやくんさん くくんんさどどどこここです紹介おえっとまあこの今紹介のあったグリーンと言われたジオラボの白井先生のもとで一緒にいろいろハブスについていろんなことをやっています。大学生ですね。 その今えっと僕の今見た目のこの,の妖精の姿は今僕が自分で 3D を作ったものです,い,すいいでしょういげえ。わーいありがとう。ということで今日はえっとまあ皆さんのまあお兄さんというかまあえっといろいろお手伝いできればいいなと思うのでよろしくお願いします。ーいはい。ありがとうございます。パチパチパチはい次はですね、えー、皆さん。 スイスから。はい、ススからですよ。今、スイスから来ているゴール。皆さん、じゃあ、あお願いします。はい、こんにちは。私は三浦です。大勢の研です。そして、今は、スイスで、住んでいます。日本語、ちょっと、高いです。よろしくお願いします。いますはい、よろしくお願いします。ます皆さん、今、何時です。 あ今は朝六時です六時半です半ちょっと早いです本当ありがとうございますはい早いじゃあいきますよ3 2え、はい、おばあちゃんへこないだフルーツありがとう今年は新型ウイルスの影響でお盆に、うん、おばあちゃん家行けてないけどまた来年コロナウイルスが収まってから あることを楽しみにしています。はい、カット。ありがとうございます。えー、神戸のね、えー、おばあちゃんに触るといいかなと思います。結構大変なところも多かった、このキッズワークショップですけれども、えっ、ー、と、実はですね、すごろくメソッドという新しく我々が考えた方法を使っています。えっ、ー、と、ゾーンそれぞれにですね、えー、ミッションがあって、 で、最初はですね、キャラクターデザイン。次はですね、シナリオを考えて、で、最後に動画を撮りますっていう設計になってるんですね。これで、あの、子供だったとしても、あの、時間を使いすぎずにですね、次のステップ行くよという感じでみんなで移動していく。まあ、それについていくっていうような設計ができています。こちらはですね、Web3D というカンパレンスでちょうど11月に発表いたしました。 こちらはハブスで目をブレンダーワークショップというイベントです。先ほどのすごろくメソッドをですね、ハブスもしくはまあブレンダーを学びたい人向けにですね、ワークショップとして作りました。ハブスで使えるアバターをですね、こういった事前学習用の動画と、まあ、それを見ていつでも学習進行できて、でデスクトップ共有で先生と一緒に ペアでやれて、で、さらにでね、作ったものをそのまま 3D 空間で共有できると。まあ、ちょうど命の輝きくんが流行ってたのでですね、あの、非常に盛り上がりましたし、まあ、こういった形で確実にアバター作ってですね、その場で自分に着替えると。といったことが、まあ、2時間程度のワークショップでできました。これ、坂口さんといううちのインターンがですね、中心で作ってくれました。 で、まあ、海外向けの時にはですね、特にこのバーチャルビーイングワールド in Seagraph 2020ということで、まあ、英語圏だけでなく、まあ、世界中のですね、このバーチャルビーイング、アバター社会とかに興味がある人向けに、さらにコンピュータグラフィックスの専門家に向けてやりましたので、 ま左下にあるように、ワールド VTuber ショーケースというですね、ショート作品のコンテストもやりましたし、研究発表もやりましたし、それから右下にありますように、バーチャルビーイングの写真展みたいなのもやりました。これはあの遠くから見るとわからないですが近くから見るとですね、染みそばかすほくろまでですね、丁寧に作られていますので、これ3次元空間で近寄ったりしてみたりするのはすごく大事な意味合いが出てきますね。ああ 欧米圏の人たちは結構リディプレイヤーミーのアバターを好みますね。ちょっとリアルっぽいアバターを好むというのは欧米圏の特徴ではありますね。まあでも多分アニメっぽいのとか可愛いのがあまり視界に入ってこないからなんじゃないかなっていうのは我々の研究ではわかっていることです。こちらは VTEC チャレンジの最終発表会の様子です。VTEC チャレンジ2020最終発表会 司会を進めさせていただきますのは今年の v t e c チャレンジはネットワークウェブエクサーであるハブスの技術を使ってウィズコロナ時代の社会問題の解決をテーマに世界の開発者が注目するような提案を募集しておりました。 2020年7月15日から9月30日の期間で複数回のオンラインワークショップを実施して、この10月23日にファイナルを実施するという流れになっております。いろんなゲストさんが、西は皆さん、スイスから応援チームの方々とか、VR ステティオラボの方々、VR ウェブメディアさんも取材に来ておられますね。発表者は上位な作品を厳選してお送りしたいと思います。 こちらの順で本日は発表していただきたいと思います。え、こちら簡単にその自分がその発表を聞いていて、なんか思ったものとあ。この絵文字、今の気持ちはなんかこの絵文字だなっていうものを押していただけると、その画面に自分の妹が送れます。で、送った妹は YouTube ライブの配信上やこちらのグラフに逐一えっと詳細ていきます。最終的に先行内容もこちらのその皆さんからのバイブシェアボートの内容を幾分。か 参考にさせていただきますので、ぜひ、そのお気に入りの、特にお気に入りの作品には、ぜひたくさん送ってみてください。はい。ハブスを構成する技術群というくくりでお話しします。えー、モジュ h ハ b スのサービスをですね、提供するサーバー群。えー、これはですね、ハブスの公開されているオープンソースをベースにですね、えっ、ー、と、通知してみました。 えっと、サーバー側はティキュラムという名前のですね、えぇ、a p ンス n s t とストリーミングサーバーがあり、その中に PostgreSQL で、ここに AWS Aurora d ー t a で動いているユーザーデータベース等があります。で、えっと、これらをですね、サーバー側としては、House Admin と呼ばれるアド min 画面や、s p o k と呼ばれる新エディターで、えっと、それからそれをつなぐ l i ハ e h o s えそれから FirstPark と、 ま、いろんなですね、えっと、細かいプログラムがたくさん入っています。で、えっと、左下がハブスクライアントになってますが、Node.js A-Frame、ネットワーク A-Frame で構成されていて、で、あとそれをですね、JANUSVR と呼ばれるユーザー間の通信 3D モーション、WebRTC の会話をするようなモジュールが入っています。あとはですね、c r ス s ロ p シ o x y Server、サムネイルサーバーといったまあ小さなサーバーがですね、 え、存在しています。で、まあ、この図ではですね、全部書き切れてませんが、WebRTC における、まあ、そういう通話システムといったものがですね、本当に実装されてますので、まあ、あの、かなり広範にわたる技術です。で、まあ、そういったその広範な技術をですね、あの、逐一解説するのがよく大変だなと思いましたので、えっと、公式の日本、ドキュメントを日本語化すると。 いうことをですね、今年のチャレンジしまして、まあ、全69項目をですね、えー、この j m p h u b s d o c j p という、えー、これ GitHub へのリンクですけども、で公開しております。で、まあ、全部紹介したいんですけども、まあ、ちょっと視界に入ってほしいなと思うんで、一気にガーッと紹介します。えー、まずはじめに、ハブスへようこそ、ハブスへはじめをスポークで視認を構築するカスタマー型を作成、ハブスへのイベントホスティング、それから、 え、ルームの作成、え、ハブスの機能、ハバターのリンク、え、それからユーザーの設定、ルームの設定、操作マニュアル、ディスコード連携、トラブルシェーティング、よくある質問。これちなみにディスコード連携でコマンドが打てるということですか。え、それからスポーク関連ですね。え、プロジェクトの作成、ユーザーインターフェース、操作、コンテンツの追加、建築キット、グリッド、スカイボックス、ライティングと影、物理とナビゲーション、シーンの公開と。 それからクリエイター向けに、コードのアバターのカスタマイズルームのリンク、ブレンダーの GLTF エクスポーター、それからシーンの最適化。それからシステム概要、カスタムクライアントのビルド、貢献する、それからクエリ文字列パラメータなんてのがあります。これクエリ文字列パラメータって面白いんですよ。URL の後ろにやると、まあ、二重ログインみたいなのが普段はできないんですができるようになったりとか、まあ、VR モードのデバッグとかができるようになってたりします。 ハブスクラウド。ハブスクラウドですね。みんなが知りたい。ハブスクラウドの細かい情報、かなり、かなり、かなり細かく書かれています。それからハブスクラウド AWS、いくらなんでしょう、お値段はといったあたりとかですね。それから、ま DevOps の担当者向けの情報がかなりしっかり書かれています。という感じでですね。あとはですね、うちのラボのインターンのですね、 坂口さんがエクスポーター関係だとかですね、いろいろこちらのグリー技術ブログの方で紹介しておりますので、こちらも見ていただけると幸いです。以上ですね、セクション1、このモジュラハウスの可能性ということでハウストアとはと、それから活用実績、A2Z、技術群、そして日本語ドキュメントのお話をいたしました。 モジュラハブスを用いたバーチャルイベントの WebVR 化、その可能性と実際という発表を行っております。さて、続きましては、技術選択というお話です。まずは、音声品質改善につきまして、日本 VR 学会、9月に実施されましたが、そちらの交流型 WebVR における空間音響のオンライン評価手法というタイトルで、 ラボのインターンの坂口さん中心で研究した内容について紹介させていただきます。まず背景として、ハブスを使ったカンファレンスで複数人同時会話による音声混戦の問題を解決したいというモチベーションがあります。で、まあ図解するとこんな感じで、グループ A とグループ B がそれぞれ会話をしているんだが、まあ、それを不特定多数の動的な音源が同時に声を発するという状況で、で、まあ、イベント だったりするので、交流目的なので、賑わいを感じたいんだけれども、まあ、環境の効果っていうのはですね、例えばこの音の跳ね返りだとか壁がありますとか、そういったことをですね、現在のその Web オーディオでは、リアルタイムで処理するほど、のコツの高いことはできません。ハブサの中で設定可能な音量減衰パラメーターにパンダーノードというものがあります。Web オーディオで実装されているんですけれども、スポークの中でワールドに対して、 元の減衰モデルをリニア、インバース、エクスポネーネンシャルと選べます。で、減衰の傾き、減衰の開知地,地点、それから終了地点。で、これをデフォルトがですね、インバースとかになってるんですが、これをちょっと疑ってみようということで、リニア、インバースを比較しています。実験内容としてはですね、こういったシンプルなシーンを作りまして、 音源 A と音源 B、見えないところにありますで。左右に動けます。A から Y までの座標が入力できます。で、これをですね、2つの音源を聞いて、どんな風に聞こえるかということをですね、オンラインで聞いていく。 いうえー、完全にオンラインでできる実験を用意しました。し実際の音とはこんな感じです。男性と女性が3人ずつ、うん、大学生が会話しているという、うん、千葉大学3人コーパスと呼ばれるディターベースを使っています。で、他にもサイン波、ホワイトノイズ、えー、とピーという音ですね、サーということと、それから3人ずつ男性、女性という組み合わせで6種類作ってあります。 で、リニアとインバースはこんなモデルになっていますのでえ、遠くに行ってもずっと聞こえ続けるのがインバースというふうに覚えていただければと思います。まあ、これをルーム135、ルーム246というふうに割り振っています。で、24時間14名で、えー、どういうふうに聞こえるかということをですね、オンラインでデータを取っていきますで。実際にこれ、ルーム1とルーム2の比較なんですけども、えー、オーバーラップしている H, I, J, K, L, M, N。 のあたりに注目なんですが、二つの音というものがどれぐらいに聞こえるかということですね。特性が明らかに違うわけです。それから、インバースの方も富士山型になっているんですけども、上のさつっているところというのは違いがわからないし、遠くに行けば行くほど遠くなるんですが、その差がだんだんわからなくなってくるといったことが、やはり聞き取れているようですと。 これをですね、す、え、べ、ー、ての組み合わせでデータを取っていきますで。分かったことはですね、会話グループが複数あるイベントは、リニアモデルを使い、その傘をですね、小さくしてあげると良いだろう、えー。会話グループ A と会話グループ B が2、3メートルぐらいの距離であれば、混ざることも少ないで。逆にですね、会話グループが1つのイベントであることが分かっているんであれば、こちらもリニアを選ぶんですけども、えー、傘は大きくしてあげるという形を取ります。 で、インバースモデルを交流会場に使わないということですね。えー、負荷が大きい、ユーザーも混乱すると。雑音がどんどん聞こえ続けるということになります。喋ってる人の声も聞こえ続ける。ゾーン設計においてはですね、例えばポスター交流みたいな目的ですと、まあ、細いリニアが良いでしょう。まあ、例えばポスターの幅っていうのは、まあ、人間の物理的なサイズで言うと3メートルぐらいのポスター。 それから2、3人ぐらいのディスカッションがやはり適切かなと思いますので、そのサイトにしてあげるというのが非常に重要なポイントになります。じゃあ、インバースは何のために使うかというと、パブリックオーディオですね。会場のアナウンスのようなものに使うと。もしくはですね、リニアを使ってロールオフを小さくするという形で、まあ、点から聞こえてくる声とか、時間ですよみたいなことをやる場合には、こちらを我々は使っています。 で、まあ、動画のメディアは全体告知とかですね、あとサイネージ化によって個々のオブジェクトで変更します。これはスポーク上でこのノウハウを使って細かに設定していくことができるというノウハウです。で、これをですね、例えばキッズワークショップとかバーチャルビングワールドとかによって実際に使っておりますので、この URL で確認できますので遊んでみてください。 で、ま、今後この実験やられる方にはですね、え、ぜひ減衰開始システムゼロにしたインバースとか、ま、ロールオフファクターを1以下にしたモデルとかと比較してみるといいかなと思います。続きましては、セキュリティの課題です。え皆さん、ハブスのセキュリティについてどのような印象をお持ちでしょうかまあ、あの、モジュラが作ってるんだし、ま、オープンソースだし、ま、世界中の人が使ってるんだろうし、ま、AWS の人も見てるんだろうしって、 いう感じだとは思うんですが、まあ、実際どうなのというところですね。セキュリティの専門家と調査をしてみましたで。で、ここからお話すお話しというのは、まあ、想定業務としてバーチャルオープンキャンパスみたいなのにハブスを使いたいと。まあ、24時間常時起動して自由に閲覧できるようなサービスを作りたい。で、まあ、想定のユーザーとしてはートのユーザーが訪問して、まあ、メールアドレス等の登録は特に必ずしも必要ないというような ま、環境だったとしてですね。あの、問題となるのは、まあ、セキュリティの項目いくつかあるんですけども、大量のデータ送信によるサービス妨害への対策ですね。まあ、いろんなところが、あの、サービス対策できると思います。ロードバランサーみたいなところで見るとか、ですが、まあ、あの、ウェブソケットとか、そうですね、チャット関係とかは、えー、危ないな、というふうに見ています。 で、まあ、例えば、ハブスクラウド1.1.1みたいなところからですね、さらにカスタマイズしていく場合に対策した方がいいなというところは、例えばローカルストレージの利用とか、まあ、クッキーのセキュア属性とか、HTTP オンリーにして、まあ、JavaScript とか見えないようにしようとか、まあ、それから最近いろいろ整備されてきているセキュリティを強化するヘッダーの使用などを、まあ、カスタマイズ時にはやっていきたいなと思います。 あの、まあ、結構こと細かに、こういうことをしたらいいとか、こういうことをしたらダメとか、まあ、言ってもいいんですけども、まあ、8月時点での調査なんで、まあ、もしこういうことをもっと細かく知りたいというお話がありましたら、またなんか別途質問といただければと思います。で、セキュリティに関連して、えー、ちらっと出てきましたが、次は法的遵守のドです。えー、法的遵守。 日本でサービス展開する事業者さんだとしてお話ししますけれども、利用記憶とかですね、プライバシーポリションは管理側面で設定できるので、これは嬉しいなと。で、まあ、先ほどちょっと出てきたんですが、チャット機能を提供するためには、総務省に対して電気通信事業者としての届け出が必要な場合があります。それからですね、プロバイダー責任法という法律がありますので、まあ、不特定多数が閲覧可能な掲示板であるだとかですと、あの、それはあの、 誰が、いつ、どういうユーザーがアクセスして、何時何分で、これを、まあ、どこからアクセスしている IP アドレスみたいなのを保管する必要があります。閲覧可能にする必要があります。削除依頼があった時どうしますっていうのが法律としては存在しますので、お気をつけください。で、あとはですね、えっと、法律というよりは、オープンな防止チャットはトラブルにしかならない感じがします。あの、つまり、誰だかわかんない人に罵声を浴びせかけられたい人はいないですし、 まあ何か怪しい商売だとか、そういった誘いにですね、声をかけられたときに全くその監視できない状態なんていうのは非常に一見ですので、まあユーザーさんを、まあ例えば通報したりとか、ログを取ったり、保存したり、証拠を残したり、なんていうえカスタマイズをしていかないと、えっと、いろんなトラブルの原因になるんじゃないかなと思います。 それから、こちらは潜在的な問題として、YouTube プレイヤー便利なんですけれども、内部的には YTDL という YouTube ダウンロードをするプログラムを使っていますので、YouTube の利用規約、最近の改定ではアウトという可能性が高いと見ています。続いて、良いところ、難しいところ、スケールの話を一気にしていきたいと思います。そもそもハブツ を、ま、使いたいっていう話になる前に、まあ、何を求められてるかっていうと、ネットワーク VR におけるですね、ワードプレス的な存在なんじゃないかなと思うんですよね。クラスターみたいなのやりたいみたいなのに対して、オープンソースでやれる、無料でやれるんじゃないかっていうところから、まず入ってくると思うんですよ。一方でハウス使っても全く嬉しくないユーザーっていうのはこの辺で、 まあ、VRM 使いたいとか、まあ、ソース公開したくない、貢献したくない、オープンしたくない、まあ、開発力とかも特に関係ないっていう、そういうユーザーですね。で、嬉しいユーザーっていうのは、やはりここで、ネットワーク型のコラボ VR サービスを提供したいという人たちですね。この、ただビューアー作るんじゃなくて、物とか人とか、まあ、僕は VR4. いくつって呼んでますけど、誰かに会いに行きたいっていう例ですよね。 で、まあ、それを、まあ、レモとか、スペシャルチャットとかのような、まあ、上から見たものではなくて、空間とか建築、常時利用で、無料でやりたいという人だったら、まあ、モデルラハブスがおすすめです。モデルラ版です。で、まあ、アーカイブ目的としても、やっぱりそちらの方がいいでしょうと。うん で、そうではなくて、自分のそのドメインでやりたいっていう場合には、あの結構話が大きくなります。これはインフラ構築、自分で作りたい、作りたい、作らなければならない、管理しなきゃいけない。この相当規模が大きくなります。で、まあ、URL で導入、非インストール、マルチデバイス、この辺が魅力なんだよねというところが、まあ、どこまでサポートするのみたいな話をですね、真剣に考える必要が出てきます。 マルチデバイス URL 導入というとです、ね、やはりですね、Oculus Quest 2、まあ、Quest 初代は快適です。あの、アバターで UB、e、使えますし、インストール不要、標準搭載ブラウザできる特別なアカウント不要と。で、まあ、さらに最近スペックもかなり上がりましたので、スイスイ動きますので、これは大変おすすめな例だと思います。えっと、一方でマルチデバイスの地獄も紹介しておきます。えー、リティネ搭載 iPad が他のユーザーの動画を止める っていう。これ何ですかそれって思うんですよね。レティナ搭載の iPad でお部屋に入るんですよ。これ証、証拠動画撮ってあるんですけど。あの、これ再現しますよ。えっと、PC で、まあ、見てる人と、まあ、レティナ iPad Pro で見てる人がいて、同じ URL に入ってくると、なぜか、あれですよ。全く関係ない。この PC で見てる人の動画が止まるっていう。 そういう現象です。で、これなんでこんな動画撮ってるかっていうと、一周立てて、これすいません、直せませんかねっていうのを、まあ僕はレポートしているんですけど、まあ一周2550ってそんなにたくさんすでにあるんです。で、あのずっとあんまりちゃんと見てもらえてない、こんなに丁寧に説明してるのに。 えっと、まあ、理由はわからないんですけども、えっと、iOS には勝手に、まあ、ビデオを停止する機能があります。それは、あの、解像度の高い動画を人様のパケットでずっと流し続けるみたいなのが危ないからだと思うんですけど、えっと、まあ、それをですね、複数のユーザーが同じ部屋に接続していないとき、内部でタイマーを送り合って動画が止まらないようにしているっていう、そういう処理が、ハウス内ではあります。 で、どういうわけか iPad、レッティナ解像度、まあ、iPadOS なのかもしれないんですけど、まあ、iPad の時だけ勝手に止まるっていうですね、機能の抑制が誤動作しているっていうのが、えー、僕が早々見たところの判断です。まあ、なので、どうすりゃいいかっていうと、iPad が入ってこないようにするぐらいしかやれることはないです。今止まりましたね。はい。ロビーにアライブすると、他の人の PC の画面が止まる。 これ悲しいですね。止まられた人は何が起きたか分かんないわけですよ。お友達が入ってきたなと思ったら止まる。で、リロードしても、俺入れない、俺入れない、まだ止まる。えー、っていうのが永遠繰り返されます。えっ、ー、と、このバグ早く直ってほしいなって思ってます。さて、えっ、ー、と、スケールの話です。こちらはですね、えー、EC2。 C5X Large で 2×2 冗長構成にしているうちとこの実験サーバーでの実験です。高渉値同時接続、コンカレントユーザーが800で、えー、結構重たいシーンで58マテリアル、入室最大100名、実質50名ぐらいでうちの社員さんたちに手伝ってもらってですね、ちょっとしたイベントをやってみました。 で、えっと、まあ、これと同じシーンは、えっと、うちの研究紹介っていう、えー、シーンで公開してますので、この URL から遊んでみていただければと思いますが、えっと、今、4台、サスピシャス・オーク、プライスレス・シーカー、レシッド・ミスティック・ボーリング・バードという、えー、名前が付いたサーバーが動いてるんですけど、えー、よく見てみると、えっと、ボーリング・バードは、えっと、ほとんど寝てますね。 おそらくこれは WebRTC 系通話 3D 動作ジャネッスを担当しているルシートミスティックの影サーバーで、まあ、落ちたら起動しますとか、別ルームにアクセスした時のために構えてるんだと思いますが、えっと、サスピシャゾークプライスレスシーカーは、えっ、ー、と、結構イベントが始まって、キュンと上がっていくという感じですね。あの、まあ、どれもこの3種類動いてるのは指数関数的に増えていくので、まあ、本当にこれ800来られたらどうなるのかなっていうのは、 えっと、実際の体験 UX で言うと、あんまり品質良くないですね。音声も、あの、かなり混ざりますし、割れますし、あの、CPU とか体域足らなくなってくるとかなり音声品質に影響が出ます。あの、相手がモバイルだったりするともっと、あの、辛くなりますので、まあ、その辺やっぱり実際にお客さんの代わりに、社員さんとか、えー、ダミーさんを用意してですね、実験するっていうのは大事だなと思います。 はい。それでは技術選択のセクションですが、今後の観測、未来的な技術負債の見通し、それから解決策、エンジニアとして、プロデューサーとしてという視点で一気に話をしていきたいと思います。まず、開発上のリスクとして、リアクターともかく、レティキュラム、エリクサ、フェニックスの開発者確保はすげえ大変です。えっと、うちも育ててますけど、あの、キータで検索してみたらわかると思いますけど、レティキュラムの情報は全くないです。 あの、日本語の情報はないです。エリクサーとかフェニックスの開発者はすごく少ないです。面白いんですけどね。えっと、なので、我々日本語ドキュメントを公開しています。活用してください。それからですね、とにもかくにも誠実なので、セキュリティ対策大変です。オープンソースだし、ソース見れるし、そこにいろんな情報があるにもかかわらず、やっぱり大変です。 それから他デバイスのサポートキューブは本当大変です。ブラウザーの実装とか OS 環境に依存します。まあ、皆さんのスマホにですね、Chrome とか、それから Safari とか Firefox とかいろんなブラウザーが入っているように、えっと、単純になんかターゲットを固めてもですね、やっぱりいろいろ弾かなきゃいけないとか、そういう状況は起きると思います。それからもちろんプロプロエタリーな用途を期待できないんですよ。 こういう需要がありますみたいなことを説明しても、彼らはそれを優先順位にはしません。それから、ハブスクラウド AWS とバージョンが上がっていかない。これ結構大変な問題で、そもそもバージョンというよりコミット番号とかでリビジョン管理しなきゃいけなくなる状況になります。そうすると、ソースコードは確かに手に入っているんだが、本家のソースというものと、それからそれに対するレティキュラムと、 え、それから、エクスポーターと、みたいなののバージョンをどこで合わせるか、みたいなのを管理しなきゃいけないですね。で、まあ、作ったコードを、ま、戻す、みたいなものも、いつ使われるんだろう、どこに合わせるんだろう、みたいなのは、えっ、ー、と、結構覚悟が必要です。それから、MPLv2 というライセンスはコピーレフトです。これは公開必要ということです。特許は主張できません。あの、主張するのは構わないですけども、えっ、ー、と、ついうっかり実装しちゃった人を責められないと。 というライセンスのはずです。将来的な技術負債。文、え、字、ー、ラ本家は本気でセキュリティ修正する気があるんでしょうかま、あの、その辺はぜひ頑張っていただきたい。みんなで一周上げまくりましょうかね。えー、それから、えー、モジ文字本家は本気でハブスでですね、継続的に収益を得られるんだろうかあの、AWS からは確かにお金入ってると思うんですけど、うん なんか、組み込み系のブラウザとかに比べるとすごく細いし、えっ、ー、と、こういう、えー、ビジネスモデルはすごく面白いんですけども、えっ、ー、と、モジュラーがやめますって言ったらどうなるのかなっていうのは危ないですよね。で、今後に期待したいのはですね、日本の法律遵守版を作ると嬉しい人はいるだろうなと思いますので、えっ、ー、と、まあ僕の話、なぜこういうところでこういう話してるかっていうと、みんな頑張ろうねっていうところを、まあ、焚き付けてるわけでもあります。 エンジニアとしてプロデューサーとして両面働いてますので解決策としてはですね、ま、とにかくクライアント側のカスタマイズとかバグとかはディスコードとか一周とかでコミュニケーション取っていこうぜということですね。それからセキュリティ問題はどんどん一周上げていこうぜっていうところです。で、レテキュラムの改造とかサーバー側の拡張はですね、あの、これはもうどんどんやったらいいです。オープンソースじゃないので、あの、オープンソースだけど、えっと、大丈夫です。 大丈夫ライセンスです。実は MPLv2 じゃないです。で、えっ、ー、と、あとは、うちはバイブシェアみたいなですね、ウェブ型の機能拡張をどんどん追加してますので、あの、まあ、やったらいいと思うんですよね。バーチャルキャストとか、全部やってる技術が、そのまま使えるみたいなことができるように、開発体制を取ります。w e b XR、3 JSA フレーム。 っていうのはですね、ちょっとグラフィックスのクオリティとしては古いんですよね。なので、えっと、今後もですね、新しいフレームをどんどん探していくっていう必要は大事で、ただですよ、あの、グラフィックスきれいといっても、ネットワーク共有なら同じ問題を受けるんですよ。人間を相手にする VR なので、ソーシャルとか、コミュニティとか、法律とか、サービスとかっていうところは、絶対これは地形になるから貯めていきたいなっていうのが僕のやってることです。 プロデューサーとしてはですね、多くの場合、モジュラ版がとにかく最適だなと思っています。自分でサーバーを抱えるリスクは今のところ大きいなと思います。コミュニティ活動をみんなで情報を共有して日本版を作りたいぞと思って v t e c チャレンジとかもやってます。ハブスに強く依存するんじゃなくて、強みを活かしたサービス開発と w e x r スマホアプリを、ね、垂直、並列したロードマップを作っていくのがおすすめかなと思います。 さて、長々話してきましたが、まとめです。リアリティスペースの可能性というところで、まとめをしていきたいと思います。 はい。こちら紹介させていただきましたのは、リアリティスペースという弊社のですね、XR エンターテインメントスチームが紹介、提案させていただいているサービスです。普通のね、バーチャル空間の中から選択可能で、こういった展示会みたいな空間とか、まあ、大規模空間といったものを、まあ、レディメイドで用意すると、コンサルをさせていただくという形になっています。 で、こういったその EC 機能みたいなものも、モジュールとしてカスタマイズで対応していきます。で、バーチャル YouTuber で培ってきた、このリアルタイム配信とか、法的なあたりをですね、ちゃんと踏んだチャット機能みたいなものが提供されるという、そういうモジュールもあります。アバターのカスタマイズが可能という特徴も持っています。リアリティのね、かわいい。 多様な数十億種類ぐらい作れるアバターがこのように配置されている例です。でリアリティ XR クラウドサービスのラインナップとして整理すると、スペーシーズ一番右側でプレゼンター2とかブースのカスタマイズ展示会の空間といったものが中心になってきていて、で、その隣にありますのはライブステージ。例えば実写 CG 合成ライブ、3D アバターライブ、バーチャルライブステージといったものが、先日夏にですね、ウォンクさんの90分と。 いった番組を作ったりもしていました。で、これを、えっと、リアリティスタジオ、専用モーションキャプチャー配信スタジオでサポートしていくといった、まあ、用途別のパッケージと、えー、左側はアバター、ボイスチャット、エモート、アバターのカスタマイズ、選択式といったアバターと、それから、ペイメント機能、投げ銭、アイテム課金、月額サブスクリプション、チケット販売といった、えー、課金モジュールですね。 それからデバイスは VR 対応、スマホ対応、PC 対応といったものがモジュール的に選択いただくという形になっており、それらがリアリティソーシャルフレームワークというソーシャル基盤によって合体していくということで、さらにそれがリアリティエクサルクラウドカ想空間インフラ基盤として整備されているということになります。というわけで、リアリティスペースについては、こちらの w f h e r r y s o l u t i o n g r e d n e t の方にですね、 お問い合わせいただければ幸いです。え、ラボもですね、時々お手伝いをさせていただくこともあると思います。え、それから繰り返しになってしまいますけども、バーチャルライブ配信アプリリアリティ、これ本当に素晴らしいので、これからどんどん、あの、成長していきたいと思いますので、ぜひまだやってないよという人とかですね、最近見てない人はぜひ今ダウンロードしてですね、楽しんでいただければと思います。アバターもどんどん成長してますし、え、いろんな国、え、海外ですね、 楽にも展開して、新しいなりたい自分になるが実現していく様をぜひ見てください。以上、えー、本日の発表のまとめとなります。えー、グリヴィア・セザラバー・ハブス使ったラーナ・ディはですね、多様なイベントと新しい挑戦、それから、ウィズ・コービット完全オンラインな環境での VR 利用実験で、オンライン研究環境とかアバター空間評価、 それから音響、それからまあイベントそのものの設計テクニックなどを開発したり発信したりしております。え熱狂共有技術、バイブシェアはですね、ブラウザでできる WebVR、まあ、それから他のバーチャルキャスト、YouTube 等のプラットフォームと融合してですね、非言語のエモーションを伝える技術群です。これ単体でも面白いので、ぜひご相談ください。えー、最後にコミュニティ活動、R なのか D なのかわからんというお話、いっぱい相談を受けております。もう R2D ですね。 我々はリサーチからデベロップメントへの橋渡しをしていきますので、バーチャルビングワールド VTEC チャレンジのような挑戦を世界に発信するような機会を創出していきますし、日本語ドキュメントであったり、動画資料であったりと、それから大学、学会等とのコラボレーション、商用活用案件をリアリティエクサルクラウドやリアリティスペースなどを通してですね、貢献していきたいと思っております。これからもよろしくお願いいたします。以上で発表を終わります。